皇想は、朝鮮王朝、第26代国王、後に、大韓帝国初代皇帝。韓国併合後は、太陽の称号を与えられ、徳寿宮李太陽と称された。聖割、意味名は初意味縄、はじめ明、陽名は、命福、正寺は秋を、字は、聖林、語は玉淵。送り名は 当店流雲はじめ局、厚志道政将,将校吉明公大徳、行春春期母優高志を命立、木至るか、上烈高志くん工業、景気戦歴官業羊猿丁栄竹広九と武器、安文則り竹秋人翼帝、高太皇帝。即位時の年号を取って、後部皇帝と呼ぶこともある。即位前は、抑制君に封じられていた。第21代、大栄園の子。 壮婚聖師の三男、恩信君の養子、南縁君の四男、沖のり大院君の次男。母は、理教府大夫人敏子。祖父の南縁君は、三田渡るの名役を結んだ、第十六大王、人祖の三男、林平大君の六世今後に当たる。よって構想は、林壺を君の八世今後、人祖から数えると九世今後に当たる。 血統上は先々代の喧騒や、先代の秋ら衆から見れば、人祖まで遡らなければ、血が繋がらず、遠く隔たった、冒険子孫である。正妃は、秋成り皇后秉氏、小二順州李林らがいる。在任中は近代化競争時代だったが、近代国家への改革ではなく王権拡大に予算を、費やした。独立後には、 先制君主憲法を交付したり、進路政策を取ったりと、国際情勢に反する行動をしたため英米の不信を招き、結果日本に併合された。先王鉄州の時代は、安藤を本願にする安藤金氏が外籍として、政権を掌握し、勢い同政治を行っていた。その期間は59年間に及び政治は荒れ果てており、王族の中からも、 安藤金氏の大破を望む勢力が生まれていた。その中の筆頭が、おきのりくん、りと、先き大王、剣宗の母で、公明性死品であった、神正し王公長子であった。おきのり大院くん1863年12月8日に、明ら衆が32歳で崩御した。 アキラ州の子は娘一人だけで、息子五人は全員溶接していたため、直径の四次候補がいなかった。そのため、冒険王族の誰かを大いにつける必要が生じた。当時領家一族の最年長で、生死が決められていない場合の大位継承の決定権を持っていた、神正王公長子は、利用と測り、利用の次男命福を自分と、 暴風公明聖師の養子にした上で、12月13日に即位させた。これが構想である。形式上、構想は、先代の明田衆のおじにあたる。この時構想は11歳であったため、即位後2年間は、神正志王公が、水連調整を取ったが、沖ノリ大院君に封ぜられた父の利用が、政治の実権を掌握した。沖ノリ大院君は、 安藤金氏の勢い同政治を打破し、国内改革を行っていたが、迫り来る西洋の列強諸国に対する対外策は、あくまでも、鎖国、上位であり、決して国交を結ぼうとしなかった。また、カトリックの弾圧を繰り返し行った。1866年に、フランス人シンプラを殺害すると、その報復として、フランス艦隊が軍艦7隻でもって、 高架島を占領したものの、これを追い払った。また、同時期に通称を求めてきた商船ジェネラル、シャーマン号も焼き打ちして沈めてしまう。この抗議として1871年、アメリカ軍は賠償と通称を求め、軍艦5隻でもって、高架島を占領するが、大員軍は、交渉に応じず、アメリカ軍も1ヶ月で引き上げざるを得なかった。 1866年に、貧妃が王妃として王宮へ入ると、大院君は、貧妃と対立を始じめ、貧妃を中心とした貧妃一族と、蔡栄紀元らの著者勢力、性的安東金氏の勢力を中心に、大院君排除のための動きを見せていた。これらの勢力が結託し、1873年、高僧が成人すると申請を宣言し、蔡栄紀元の弾劾を機に、 大院君は追放される。代わりに政権を握ったのは、ビンヒの一族であるビン氏であった。構想は、性格的に気の強いビンヒに頼るところが多く、政権を握ったビンヒは、ビン氏一族を養殖につけ、囲ビン氏一族による、勢い同政治が始まる。ビンヒ派が勢力を握ると、国内の情勢は、鎖国から開国へ傾きかけ、開花派勢力が台頭してくる。 1876年、日朝修航条記が締結される。これをきっかけに、アメリカ、フランス、ロシアとも、通商条約を立て続けに結んでいくことになる。ロシアの南下政策に対し、清志、日本、アメリカと協力しこれに対抗するという動きも見せ始めた。しかし、国内の政治は、開花派と支給派勢力との対立が深刻化していた。 大院君もこの動きに連動し、高想のイボアニを大いにつける、国王配立の動きを見せていた。高想とビンシー族は、衛星赤蛇派を弾圧することによって、政局混乱を収拾を試みるが、政治の混乱は、さらに激しくなった。1882年、新式軍隊に対する旧式軍隊の差別待遇、賃金未払いなどに対して、 不満を募らせた旧式軍隊と衛星赤蛇派、大院君の勢力が決託し、ビンヒ暗殺、貧氏一族、開花派勢力の追放を目論んだ、神護事変が発生する。神護事変によって一時的に大院君は復権するが、殺されたと思われていたビンヒは、真の遠征外に介入を要請。真軍が出撃しこれらの勢力を排除する。大院君は、 清氏へ連れ去られ、清氏は朝鮮の安維持の目的で3000の兵を朝鮮国内に駐屯させた。一方、この事変により日本公使館を襲撃され多くの日本人が殺害された。日本も軍艦を朝鮮半島へ向かわせ賠償を要求。住物、裏条約により賠償金の支払いと法人保護のための軍隊駐留を認めさせる。 この事件により、清と日本の軍隊が、朝鮮国内に駐留することになり、朝鮮の軍事権は深刻なダメージを受けた。一方、ンヒは、この事件により、真に時代していくことになり、開花派の反発を受けるようになる。1884年、開花派、金玉金を中心とした勢力は、後進政変を起こして、貧氏一族を廃し、一時政権を握ったものの、 中流新軍により駆逐され失敗に終わる。構想と敏妃は、清への時代主義に傾倒していくが、対外政策も、国内政策も混乱を極め、国内では、東学党を中心とした勢力が、農民の間に広まり、保国安民と平成改革を旗頭に1894年、交互農民戦争を勃発させる。この混乱を、朝鮮王朝は、 自力で収集できず、新軍へ援軍を依頼した。新軍が投入されたことで日本は、法人保護のために軍隊を動員し、日清戦争の原因を生み出す。朝鮮日報によると抗争は、米国交換に避難しようとし、独自の兵力では、不可能なために、戦時や内乱のたびに、外国軍を招いた。この戦争は、欧米列強の指示を受けた日本軍の勝利に終わり、 下関条約を締結することになる。これにより朝鮮は、真の従属国の立場から、独立国家として承認されることになるが、真の後ろ盾を失ったビンヒは、今度は、ロシアと結んで、日本に対抗しようとした。この動きを警戒した日本公使、三浦五郎や開花派、大陰君などの勢力が、ンヒ排斥の動きに出て、 1895年10月8日、貧妃暗殺事件が起こっている。近江州内閣は、犯人として、リアマネ会、牧族、インスズーの3名を死刑とし、日本国内では、三浦らを、権威不十分として釈放した。貧妃暗殺事件に、日本軍が関わっていたと報じられると、国内は、親日派勢力と、後日勢力が対立し、カウンタークルーデターとして、 ハルオモン事件を起こし、金公州総理らを殺害し王を奪おうとした。しかし、この計画は、新英隊大隊長の李信公の内通により、失敗に終わった。この後、李藩進は、ロシア公館に逃げ込み、次のような順番で、構想奪回を試みた。この計画は成功し、構想は、ロシアと内通して、ロシア領事館に逃げ込み、反ロシア派は一掃された。 しかし、進路政策は、英国、米国など海洋勢力の警戒心を引き起こした。日本は逆に1902年に、日英同盟を締結することで、日露戦争勝利の布石を打ったロシア領事館の保護下で、構想は、進路政策を取り、様々な契約をロシアと締結した。開花派の金公州などは殺された。多くの権益がロシアに奪われ、民衆は、 新羅政権に対しても反発の動きを見せたため、構想は王宮へ戻らざるを得なくなった。こうした自主独立の動きに押され、構想は1897年10月12日、朝鮮初となる皇帝に即位14日に国号を大韓帝国と改め、年号を三つだとした。しかし、王権拡大憲法とされる大韓国国政を交付して、 先生君主国会の動きを見せ始める。また、昨日と羊事変の再調査を行い、日本人総志らに、便秘が殺害されたという、応急事変に関する広報を政府として公表しようとするが、日本公使小村寿太郎の圧力によって、英文雑誌に記事を掲載させるにとどまったとも言われる。一方で構想は、1906年、韓国党官代理、 長谷川義道を越見した際に、我が心療中不定のとと述べている。構想と息子の順守大韓国国政では、第2条で、大韓帝国の政治は、慢性風変の先制政治。第3条で、大韓国大皇帝は無限の君権を共有。第4条で、君権を害する新民は、すでに行ったか未だ行っていないかを問わず、臣民の道理を失ったものとみなすとして、 王権をさらに拡大した。朝鮮日報は近代を拒否し古代へ回帰したと表現している。皇帝になってからも皇層の周辺は安定せず、1898年7月には皇帝上位計画が9月には金広市陸による独茶事件が起こっている。また、独立協会を中心とした独立派に対する主級派の妨害によって、 政府内は、暴力的清掃の状態になり、ついには、独立協会は、解散、議会政治への道も閉ざされてしまう。構想は、三武竹改革という近代化政策を推し進めるが、財源の一元化の失敗、脆弱な財政基盤を強化するための増税が、民衆反乱を招き、改革は頓挫してしまう。当学の残党も活発な運動を続け、 1899年に英学の反乱を起こしている。ドイツ軍服を着用した構想一方、満州と朝鮮を挟んで、ロシアと日本の帝国主義国家間対立は深刻化し、1904年から1905年に日露戦争が勃発した。朝鮮日報によると、今度はフランス交換へと逃亡しようとした。 地政学的な国策から対朝戦政策を強化したい日本は、選挙区が優位に進む中1905年4月に韓国保護権確立を閣議決定。7月29日にはアメリカとの間でカツラ・タフト協定を結び、アメリカのフィリピンでの権益を認める代わりに、朝鮮での権益を認めさせ、8月には第2回日英同盟を締結し、 ロシアの南下に対抗する拠点として、朝鮮支配の確約を得た。また日露戦争中に抗争はロシアに時代するための密使を派遣していたが、日本は抗争の密使を発見し、抗争の条約違反という弱みを握ることとなった。列強の支持を取り付けた日本は、日露戦争勝利後、11月17日、第2次日韓協約を締結し、 韓国の外交権を剥奪し、日本の保護国とした。小政院日記には、抗争が保護条約反対派の大臣をなだめる記述が残っている。一方、これらの動きの中で抗争は、1907年6月に行われる第2回万国平和会議に秘密裏に特使を派遣し、ハーグミッシ事件を起こすが、すでに日本の権益を認めていたからは相手に、 されなかった。この事件により、日本の意を受けた、李官尿などの勢力は、皇帝隊へと動き、7月20日皇帝尻への上位に追い込まれ、不都皇帝となる。日本の大礼服を着用した、高想1910年8月の韓国併合に、伴い、太陽の称号を与えられ、特殊宮李太陽と称された。 1919年の構想の創列1919 19年1月21日3.1運動の起きるおよそ1ヶ月前に67歳で皇居した。日本の王皇族特需宮李太王として1919 19年3月3日に国葬が取り行われた。皇居に際して日本による独殺説が流布され、 葬儀の日に3.1独立運動を引き起こすきっかけとなった。後両は、皇領。なお、日本政府の立場においては、皇宗の病号及び皇帝の名称を含む死亡を公認するものではなかったが、李王家の死儀として黙認した。しかし、墓を皇領と命名し、その石碑を建てる動きが起こるに及び、宮内省は、皇族待遇の李王家の前頭主には、 天皇陵と同等の故障は許されないとして、陵の故障の差し止めを図った。しかし、皇陵の管理人が独断で検討したという形で、大観光宗田皇帝、皇陵の石踏みが立った。これは、民族独立の機運が高まる中、事態の紛糾と朝鮮貴族の離反を恐れた朝鮮総督府の黙人のもと、朝鮮貴族らが協力して実現したことであり、 総督府の働きかけにより、宮内省も妥協することになった。1890年代後半に東洋を旅し、高層とも面会したイザベラ・バードは、背が低くて、顔色が悪く、平凡な人で、落ち着きがなく、両手をしきりに引きつらせていたが、居住まいや物腰に威言がないわけではなく、愛想が良く、生来の人の良さがある。 心優しく恩はだが性格が弱く、人の言いなり、性格的な強さと知性があれば、名君になれたかもしれないが、意志白弱なのが、致命的などの感想を抱き、聡明な妻、貧秘の強い影響下にあると述べている。戦時では、米仏路の交換にそれぞれ逃げ込み、日米王の列強諸国や、宮廷内の権力争いの間に翻弄されて、立憲君主制の時代に、 先制君主へ回帰するなどして、朝鮮が最も国力疲労している時に、国家予算を国家改革ではなく権威拡大に使って、国を失った。外国勢力に頼りすぎる、主体性の無差が返って国内の混乱を招き、対外干渉を受け国を失った亡国の主という、批判もある。朝鮮日報は構想が、王権拡大の先制君主憲法を制定したことを、 時代回帰都市、議会、近代的司法システムを整備するなど近代、文明国へと転換せずに連携すべき、友好勢力の独立協会、万民共同会を、下からの改革要求が国主権を侵害すると、判断して弾圧したと批判している。朝鮮日報は、徹底して、味方と敵を分ける、陣営政治の先頭に立ったと表現している。朝鮮日報は韓国は、 民主共和国として変革に成功したが、領土と人民は禁止一家の私有、財政も禁止一家の私的な収入の北朝鮮は、朝鮮時代をそのまま継承したと表現している。1905年に包丁したセオドアル・ーズベルト、大統領の末娘アリースは皇帝らしい存在感はほとんどなく、哀れで鈍感な様子だったと述べている。 進路政策をとっていた大韓帝国を信用していなかったルーズベルト大統領は日本が大韓帝国を取ることを望むと手紙に書いている。朝鮮日報は構想を国際情勢に疎かった人物、何かあれば外国公使館への避難、亡命説が出回る国家指導者として構想美化は史実を誤解させると警告している。 皇祖と、家人着死書し、皇祖の親類、近親、祖先の詳細、原型不規略相根聖二22代、聖祖23代、純祖、公明聖二24代剣奏。恩彦君、前慶大院君25代明ら衆。恩信君、伊南園君、沖ノ里大院君26代、初代皇帝、皇祖2代皇帝淳衆。李氏朝鮮後期経図。 ありがとうございます。